で193カ国を全て旅した男、本当は236カ国行ってる男、アマゾニアンさんこと二宮新平さんと共にお送りしております。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。私とは2006年2007年に世界一周している時に会いまして、その時アマゾニアンさんはブラジルで会った時はカーニバルに参加するという目的があったんです。そうです。しばらく滞在してたんでしょ。サルバドールっていう、元旦明けについてるんですもん。お正月明けに、だからあそこには1ヶ月半2ヶ月ぐらい行ったんじゃないですか、練習かね。ブラジルって言えばリオのカーニバルが有名ですが、はい、もう南米一帯であの時期カーニバルだらけですもんね。そうですね、リオだけじゃないんです。そうそう、ブラジル中でも結構やってますし、はい、ベネチアとかでもね、ヨーロッパでもやってますしね。私たちが行ったのはサルバドールっていう北の方のブラジルの街 で、 そうです。黒人さんがたくさんいらっしゃって、うん、街歩いてたらすごいグルーヴ感のある音楽がもう窓からいろいろ聞こえてきて、思わず耳を澄ませて立ち止まったりしたことも何度もありました。そうそうそう、音楽とかなんか文化、ブラジルでダンスとか、ね、カポエラとかもね、カポエラどっちかっていうとリオとかサンパウロよりなんかサルバドールがなんか文化の中心なんじゃないかなと思うんですけど、なんか楽しかったですね、街がね。そわ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 してていつも。そわ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 しててね。常に。毎週火曜日ミニカーニバルやってるじゃないですか。あ、やってましたね。ペロリーによって旧市街でね、うちらも練習がてらというか、まあ本番じゃ本番なんですけど、カーニバル前でね。いや、まさか日本人でもね、そのカーニバルに参加できるっていうのをね、知らない方多いと思うんですけど、今もやってるんですか？今はコロナか。あ、今そうです、今だめなんだ。なんか去年、なんか最後にするとかいう噂も聞いてて、あ、主催してる方が現地に住んでるね。そうですね、はい、みんながそこを目がけて旅をするという。そこで太鼓を叩いていた男、アマゾニアンさん、はい、ちょっとなんか叩いてもらっていいですか？こういうのカーニバルで叩くんだよっていう音を。そう、ちょっと私がアフリカで買った太鼓なんで。これアフリカどこで買ったんですか？忘れちゃったこれアフリカの太鼓でちょっとね、直径20センチぐらい、そう違うんですけど、革張りの縦が25センチ、もうコーヒー缶に革張っただけみたいな太鼓です。いません。まあリズムはそのサルバドールのやつやるんですけど、音はちょっとね違いますけどね。行きます。雰囲気ですよ。なんかサルバドールのカーニバルって、まあ音楽自体もそうですけど、リオとか女性じゃないですか、メインが踊り手の。どっちかというと、もう胸ムチムチ、お尻ムチムチみたいなね、セクシーダンス。そうそう、音楽もサンバで。だけどサルバドールはどっちかというと男性メインの力強いアフリカの。お太鼓の音みたいな。打楽器打楽器打楽器。そうなんですよ。だからそういうの好きな人にはたまらないですよね。要はね、具体的な感じで言うと、はあ、野球場とかで応援、うん、鳴り物の応援、太鼓もあるじゃないですか、1個、うんうんまあ、大体トランペット何台かって、うん、あの太鼓が1個だけでも野球場をこだましてるのが300台ですかね。もう太鼓だらけ、サルバドル音がだからすごい、今まで聞いたことないような爆音が、はい、そんな打楽器男、アマゾニアンさん、世界もう行きまくってたでしょ、もうね。そうですね、ね、リスナーの皆さんまだね、あまり193カ国行ってない方が多いと思うので、行ってないですよ。一生に一度は行った方がいいんじゃないかなっていう国ベスト5、はい、ちょっと上げてもらっていいですか？ベスト5一気に上げちゃっていいですか？じゃあ第5位、第5位、モロッコ。お、モロッコ、さっきも話題に出ました。なぜモロッコなんですか？モロッコはまず、はい、サハラ砂漠があるという大きな観光地、まあ、自然で観光地って言っても自然、ね、アフリカのね北の国ですが、なかなかああいう、はい、しかも砂丘とは違ってちょっと奥入ると平坦な砂漠、うん、まあ、だからなかなか砂漠の観光地って他にも結構ありますけど、はい、平坦ってなるとなかなか見れないです。ないんだ。世界中にはたくさん平坦とかあると思うんですけど、やっぱ奥の奥入るのそれ、ラクダに乗ってツアーとかありますからね。だいぶ列車
者業的にはちょっとだいぶ辛いですけど50度60度の世界ですから、ね、行く価値あり、干上がる覚悟であとサハラ砂漠だけじゃなくてやっぱりモロッコは結構日本みたいにその地域によって特色が結構あるんで、はい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 、シャウエンとか最近ね、シャウエンって何ですか、青い町、あ、はいはいはい、水色ですね、どっちかっていうと、うん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 、建物全部水色で、インスタ映えしてるスポットですね、はい、で第じゃあ4位、一生に一度は行ってほしい国第4位、はい、寒さが嫌いな私がね最近2月行ったんですけど、はい、オーロラ、オーロラ、まあ、どこか国っていうかね、まあ、アメリカ、はい、カナダ、うん、北欧で見れるんで、まあ、国っていうよりかはあれですけど、見ました、見れました、私見れなかったんです、どこ行ったんですか、あの北の方、アメリカの北のイエローナイフ、それはカナダです、あ、アラスカ、アラスカ行きましたけど、はい、見られなかった、3日じゃ無理ですね、あ、そうですね、僕は1週間ぐらい全部見れたのかな、でも行って見れたね、1日だけ、見られた時どうでした、まあ声出ないですね、鼻の下伸びてる何色だったんですか、緑、緑が一番私的には綺麗、そう、あ、綺麗という、まあ、色のイメージとしては、いろんな色がね混ざってるんでしょうけど、それどこで見たんですか、それはフィンランドですね、フィンランド、フィンランド行きたいという方リスナーさんいらっしゃいますね、フィンランドね、オーロラが第4位、はい、それじゃあ世界各国旅した男アマゾニアンさんが選ぶ一生に一度は行ってほしいところ第3位は、これちょっと結構難関ですけど、え、どこ、南極、あ、南極いいですよね、南極もこう、あそこはもう、はい、いかん、それ以外にはねない絶景がもう青と紺色か、紺色と白とペンギンのエリアです、そうです ね、もう氷ですよ、だって世界が、泳ぎました、泳げないですよ、多分泳いだら怒られますね、ああ、私泳ぎましたけど、あれ泳げますか、10秒だけ、10秒だけ、もうトゲが刺すみたいにチク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 痛くなってはいはい、はい、で出た時に船で乗った時の一気に血液が流れる爽快感っていうのがすごかったそんなんか逆サウナ、今度は泳ぎに行きましょう、逆サウナみたいな、泳ぎに行きましょう次は泳ぎ、南極ですね、それ南米の最南端から船に 乗ったりね、そうですね、牛はいいやから乗れますので、はい、コロナが明けたらそうですそれじゃあアマゾニアンさんが一生に一回は行ってみた方がいいよとおすすめの国あるいはエリア第2位は、第2位は、まあ、ここ最近インスタでも皆さんやってるウユニ塩湖、あ、南米のボリビアでしたっけ、そうです、ボリビアですね、はい、ウユニ塩湖、もう塩で真っ白な大平原というか、まず地平線がね、はい、素敵ですよね、それにね水張って空気にはね、そう、鏡の世界がね広がるってなると、あそこにもある、あそこ、カモン寺にもありますよね、なんかそれらしく、あるある、父母、父母ヶ浜、そうそうそう、息子もだから行ってみ、この前行ったんですけど、はい、ちょっと時間合わすの知らないで、スパッと行ったら普通の、大事ですね、時期合わすの大事、ホームページ見たら、あ、こういう、はい、なんかタイミングがある、塩、今日あの博多の塩の情報はこの後ね、あのキャピー情報でありますが、この前通りました、島並海道、あ、そうです、ありがとうございます、ウユニ塩湖が第2位、じゃあアマゾニアンさん、世界236カ国行ってるアマゾニアンさんが一生に一回は行ってほしいところ第1位ってどこですか、これはもうよく、まあ、私も聞かれるんですけど、はい、ブラジルサルバドールのカーニバル、あー、そうだ、時期もね固定ですけど、はい、2月中、2月、大体2月、まあ、ちょっと時期ずれですか、そうですね、大体2月、終わりが多いかな、4年に1回ぐらい、初めぐらいになったりとか、うん、サルバドール、あのグルーヴ感を、グルーヴ感と人間味あふれる人、ちょっと秩序が崩れるあの世界がね、入る時に泣きましたもん、バスの中で、ブラジル、怖くて、あ、怖くて、違う星に行くと思って行った方がいいよって言われて怖いと思って泣いたもん、結構南米旅行してるツアー者たちもブラジル行かない人多いですもんね、ね、もうだからやっぱちょっとワンランク上がりますよ、そうそう、ここはちょっと治安も不安な部分がまあ正直ありますね、うん、そうそうそう、それでもやっぱおすすめ、やっぱおすすめ、でもあのちょっと危ないところもいい刺激ってまあ気をつけないとっていう緊張感ですけど、そう、そうなんですね、サルバドールに関してはいろんなもう情報もね、はい、出てますし、
アマゾニアンさんも発信してます。そうですね、はい、ぜひぜひアマゾニアン、でツイッター、アマゾニアンインスタ、アマゾニアン YouTube で検索してみてください、はい、ちょっと逆にもうしばらく行かなくてもいいかな的なところってありますか？ここだけの話、やっぱりね、しばらくいいかなみたいな。旅行じゃなくて修行のところがあるんですよ。どこだろう。もう旅行者もあんまり行かない、そのアフリカの真ん中ら辺とか西アフリカとか言葉も通じない、プラス国によっては賄賂横行、まあ、警察の、まあ、それも先ほどの秩序のあれなんですけど、はい、警察ちょっと腐ってると。いやいや、まあまあありますね、あります、正直あります。入国係官が見ながらとかね、なんかくれってなんだかってこれでしょみたいな、寂しくなっちゃう。開けたことないですけど、コンボとか大変だったの。あ、そうそう、それこそその国ですよ。あ、本当ですか。そう、はい、いうところはちょっと、まあでも、うん、いいところももちろんね、もちろんありますよ、あるんでね、はい、もう一回行きたいなって改めてとか思う、まあ、10年後ぐらいでいいかなみたいなの、時間もいて、ね、また刺激欲しくなったら行こうかな、はい、そうなんですよね。いや、いろいろ質問も届いております。あ、さっきの質問、補助犬の A さん、もう日本以外の国に永住しようと思った時に暮らしやすい幸せな国はどこですかといただいております。はい、私はでもあれですね、なんか あからさまというか、よくあるかもしれないですけど、オーストラリア。オーストラリア、みたいな。どうしてですか。まず先ほど松山もそうだって言ってましたけど、気候、あ、気候がいいですか。晴れもそうだし、温度も温暖で、うん、あとその辺りの国結構だから食事が偏ったりするんですけど、移民が多いんですね、オーストラリアって。だからいろんな国の、でも日本語、日本食も含めて、うん、食べれるんで、はい、食にも困らないっていうのもある。あとやっぱ広々、あと人口密度もいいですね。あんまり混まない。密にならない。そう。そういうところですね。そんなに混雑もしないし。まあ、基本英語でいけるっていうのもね。あ、そう、それもやっぱ心強いですし。言葉どうしてるんですか。英語通じない国ってもあるんでしょ。あります、あります。うん、もう全然。だそれこそ西アフリカとかフランス語圏とか入ると。数字ぐらいはだいたい覚えなきゃね、覚えなきゃですね、はい、で使ってるうちに覚えますけど、うん、今全然できないことももうジェスチャー、その辺も慣れますよ。そうですね、なんとかなる、慣れたじゃないですか、ジェスチャーラングエッジ。まず言葉のでどうのこうのは考えないですよね、そう、はい、まあ、言葉なくても最低限は ね旅はできるんで、行かない理由にはならないんですよ、ね、そうですよ。マリカデラックスさんから、瀬戸内ってよくエーゲ海って例えられていますが、愛媛、松山はここの国に似てるなってところってありますか。松山が似てる国、あ、でも先ほど言ったオーストラリアとか、たあのパースとか、オーストラリアでもパースなんかコンパクトさ、はい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 、大きさ、街の規模と、うん、あと緑との調和、緑多いですよね。あ、嬉しいな。城下町とか今日歩いてきたんですけど、お堀とかね、そう、芝生を歩きながら通勤ってだいぶ憧れというか、うん、僕はちょっと通勤しないですけど、わかんないけど、普通かもしれないですけど、ありがたいことかもしれない、ね、そう、ありがたいですよ、これは。わかりました。残念ながら時間が来てしまいました。今日の2人の旅の話面白くて参考になるので、アマゾニアン二宮とアマゾネス熊本文の旅のコーナーとして毎週やってもらえませんかということでいただいておりますが、検討したいと思います。はい、また来ますよ。ね、また来てください。今日はですね、旅しにくいこのご時世、新型コロナの感染拡大防止に努めながら一人旅をしていらっしゃいます。国連加盟193カ国を全て旅した男、アマゾニアンこと二宮慎平さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。